い、というわけでやってまいりました。今日もですね、日産のグローバルギャラリーで撮影しております。こちらはね、なんと405馬力ある日産のスカイライン 400R ですね。こちらね、日産の新色でスレートグレーというものになります。内装色もね、グレーとホワイトが採用されて、どんな感じか見てみましょうね。で、こちらはプロパイロット2搭載のハイブリッドカーですね。ではじっくり見てみましょう。日産スカイライン 400R ということで、いや出ましたよね。これね、確か520万ぐらいしたはずです。あのスカイラインってね、今こんな顔してたんですね。あのちょっと私しばらくスカイラインチェックしてなかったんですけど、やっぱこの日産っぽいね、このなんていうの、この V?U? なんかそういうデザインになってますよね。開口口が結構大きくて、迫力のあるデザインになりましたよね。ちょっとハザード焚きました。こんな感じで光るんですね。ここが光るんか。ちなみに横から見たらこんな感じです。やっぱね、スカイラインってロングノーズですよね。前の部分が長くてかっこええなと。いうか、こんなすごいキャリパーついてるんやな。ブレーキキャリパー赤いな。これかなり走りそうやなちょっと今日情報不足で申し訳ない。あ、これか。 VR30DTTT エンジン、 DTTT エンジン、あ、 V6 6気筒なんや。すごい。 V6 ツインターボが乗ってるということなんですね。ちなみに後ろはこんな感じです。伝統の丸めになりましたよね。なりましたって、前はどうやったかな。ほら、ここ丸めがいいよね。こうイカリングみたいな、ちょっとこう上がカットアウトされてるんですね。なんかボツボツのデザインやな。こうね、ほら下、ここがこういうエアロを考えられたようなバンパーになってますね。この色いいかもしれん。なんかセダンですけどスポーティーな感じがしていいですよね。ではちょっと内装の方を見てみましょう。はい、お邪魔しますと。ちょっとハザードを焚いてましたんで。おお、こんな感じか。スカイライン、やっぱこれ520万ぐらいするっていうことは、そこそこの高級感、そこそこというかかなり高級感ありますね。なんかボコッと出てくるはず。オットマン的な。革の質感ええわ。これドライブモード？フル液晶じゃないな。今スポーツモード、スタンダード、エコ、スノーが選べます。これはプロパイロットのスイッチ関係か。2画面、タッチパネルで、こっちは、こっちもタッチパネルか。最近こう縦型のね、なんかテスラっぽい感じになりつつありますよね。これ完全に独立の2画面になってます。出たら涼しい風が。この辺イジイジすると、ほらほら、イジイジ拡大ができるよ。ちょっとずつね、こういう質感、このパレットも、これはなんか鉄のような、アルミのような感じです。で、その横にこう顔張りのね、ちょっとクッション性のあるステッチのある、内装で統一されてますね。ちなみに乗った感じこんな感じです。どう？ちょっと今これ座席、電動シートね。やっぱ500万の車やったらこれぐらいの機能いるよな。後ろも良さそう。 USB 完備です。タイプ C がある。で、これなんかイヤホンジャックがあるぞ。面白い。これなんかぬるーんと開きます。で、もちろんね、シートヒーター完備です。この辺は当たり前かな。もうやっぱこの辺の 400R とかになると、パドルシフトで遊びたくなりますよね。やっぱね、このプロパイロットもいいんですけど、自分でね、意のままに動かすっていう運転する喜びも日産を忘れてないですよね。ちょっともう一回外装見よう。ドア周りこんなんか。ちょっとドアの音の閉まる音、ドアの閉まる音、はい、こんな感じです。重たい感じですね。で、ちょっと後部座席、だいぶこうなると後ろが狭くなるんだな。今ちょっとね、だいぶね、前に後ろ、今だいぶ後ろにしてたんですけど、そうなるとね、こんな感じですね。足回りはそんなに広くないな、後ろはな。
まあでもね、なんかちょっとこう斜めでリクライニングしてるような感じで、座った感じはすごいなんかゆったりした感じがします。ちなみにね、最大出力は、なんと405馬力あります。で、最大トルクは、475ニュートン。マジですごいな。これね、400ハルテめっちゃ走りそう。そりゃこんな大型キャリパーつけるよな。ブレーキもしっかりしないとね。はい、というわけで、日産スカイライン 400R でした。いろいろね、あの日産の車今日映していきますんで、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では続きまして、プロパイロット2を搭載のハイブリッドカーですね。こちらね、あのカーオブザイヤーなどトリプル受賞ということで賞を、総なめしてますね。今日はね、テストドライブということで、この赤の、スカイラインハイブリッドを、使用させていただきます。しかしね、ちょっと撮影がダメということで、非常に残念だったんですが、なんとね、約試乗時間、40-50分も乗させていただきました。プロパイロット2をね、体験できるということで、高速道路を、乗りましたね。往復で1500円ぐらいもタダでした。で、こちら、3D マップというものが、実は搭載されてまして、高速道路のみだけで、自動運転が可能と、ついに実現したハンズオブドライブですね。手放し運転ができると。おにぎりぐらいだったらね、普通に食べれちゃうぐらいの安定力がありました。いや、3D マップってね、本当にセンターを、ドセンターを走るという感じでしたね。全然ね、ブレのない走りを実現していましたね。で、ナビとね、連動して高速道路の出入り口まで誘導してくれるというものでしたね。いや、すごい。本当に未来が来たなっていう感じでした。はい。日産 GT タイプ SP です。616万。これね、ハイブリッドになるんですね。プロパイロット2が搭載された日産の、スカイラインになります。V6 エンジンを積んでるんですよね。ほら、V6 エンジン積んでるんですけど、ハイブリッドっていうことで、こういったね、ハイパフォーマンスエンジンが搭載されてる。しかも、電気モーターでハイブリッドということで、エンジンの最大出力が、306馬力もあるんか、すごいな。最大トルクは350ニュートン。おお、エンジンだけでもそんなパワフルなのに、モーターもついてハイブリッドの、プロパイロット2ということで、かなりハイパフォーマンスの車です。はい、こんな感じですよ皆様。日産の、これがスカイラインのハイブリッドになります。お邪魔します。おお、あ、真ん中が液晶なんですね。プロパイロット2のボタンはどこにあるんだ。これかな。これ BOSE のスピーカーとかね、音質も良さそうですよね。ツヤっとボディ。いや、600万ってちょっとかなりの高級車ですが、それなりのパフォーマンスを持ってるなと思いました。はい、いかがでしたかね。この新色の 400R もなかなかいいですよね。走りの日産といった感じですかね。 GTR はちょっとなと思ってる方は、このセダンタイプおすすめだと思います。で、今日ね、この試乗の動画出せなかったんですけど、この、スカイラインのハイブリッドカーもなかなか未来的でいいなと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、日産スカイラインを見てきたようでした。じゃあね、バーイ。